T シャツ。うまい。いいな。これ着たいわ。いっけない。SNS へ投稿された翌日に解雇。適場視察。これは有罪。死刑だな。真面目に働けよ。マリオカートのチーター。最強。さすがチーター。自分が転ぶのでは。楽しそう。怪我したら、元気ですかでは済みませんよ。怖すぎる。走れなくなったわ。効果抜群。気をつけよ。やあみんなオレオだ。またこれか。ぴったりすぎる。本物かと思った。見間違えたぜ。酢豚パイナップル。料理人かな。まずそう。極めて悪質。もっと何かあったろ。パイオツに。女性論や。かわいい。ツルペタ。真剣に言うな。そのうちホタルが口に入りそうで怖い。爆笑。派手やな。観客にも被害。ぶつかってきそう。空を撮ろうとしたらインカメラだった。ブサイク。あるある。メガンジマリアン。地獄すぎる。カキピーの転売。天才。カキピー。インフンでる。最高すぎ。こいつ注射下手。すごく面白い。言ってそう。ニコニコやな。楽しそう。ハマちゃんの嫁。ありえん。かわいいだと。いいな。結婚しよう。人をダメにするソファ。痛そう。死んじまうわ。買いたい。ド M 大満足。一回目は割ってはいけない。理不尽。さすがマナー講師。意味不明すぎる。割りたい。国道の横断は危険で。スリル満点。国道を渡りましょう。スリルは求めてないんよ。危なすぎてくさ。危険なことを進めるとは、理解に時間かかった。ステージに上がったら自分、頑張れと思え。ステージを降りたら自分頑張ったと思え。ステージを受験とか会社とか人生とかに変えれば、一人一人に当てはまるね。中身ねー。シンプルで好き。割と名言。ウーバーイーツ。昔からあるのね。昔の時代にこういう人おってんなわら。かなり好き。創業元禄4年仕出しウーバーイーツ。バッタモソ。素材細川。アイロソワック。クダチー。コツトソ100。第8問。空欄に入る文字は、3度目の、司法試験。そっと見守りましょう。もう金ねえんだわ。もう受験資格すらないらしいやん。もう英検3級くらいにしといたら。おかわりいただけただろうか。承認欲求って恐ろしい。違う意味で怖いね。真の姿を映すと言われるガラス。夜12時になったら切れる魔法。うわ、もうこんな時間だ。グッドモーニング。早く出かけないと。うっま、山田くん、座布団1枚。撮り鉄すみません、邪魔です。鉄の石で拒否する。俺の知ってる撮り鉄は丁寧なセリフなんか吐かない。後ろの電車が神戸電鉄ってのが一番面白いわ。江ノ電自転車2機が女体化したか。ストリートファイター。何と戦ってんだよ。かわいい。チュンリー。ダルシムもふっくらになるかな。学校も行かないで何してるの。うっせぇババア。司法試験2回落ちて世界に名前を公表されてんだよ。じゃあない、有名勢や。一般人なんだからそっとしてあげてほしい。そりゃ学校も行きたくなくなるわ。この人がかの有名な。シンジ君、あなたはこれに乗るのよ。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメ。ブラック企業で草。ダメです。停止信号及びプラグ排出コード認識しません。クックック。油断してるな。特大のヘをかましてやろう。左の人目線なのかよ。漏らすなよ。顔色が悪いな。食らったか。持ってる赤いのが爆破スイッチか。余計な塩分入ってた。栄養管理を自ら行う赤さんの鏡。超能力で塩分だけを取り出したのか。高血圧かな。お前転生者だな。名前書けば受かるからと言われたが名前が思い出せない。替え玉受験受け負い人だけど、依頼人の名前なんだったっけ。あるあるて、あるか。ルシータウルラキュタです。問題名前を象形文字で書きなさい。あ、お前どこ中だ。ちょっとヘルメットかせや。
NASA と正常期だから実質的には二人とも出身同じなのくさ。第七宇宙です。俺は地球やで。ねえあなた、運転するのはもうやめて。免許返納したけど、運転はやめないよ。一番怖いやつ、もうやめて。無免許運転するな、末期。あなた、こうめた言うでしょ。チキショウ。遠回しにサイン求めてるようでくさ。正しくはこうめた言う。チキショウ、黒いな。見ていってどんな食べ物だろう？楽しみだなぁ。ミツクジ定食だよ。ないわけではないからな。かわいい。かわいそうすぎる。やあみんな俺だ。吉野家は安くてうまくて早い。俺は小さくて短くて早い。それじゃ。共通点あり。あえて聞こう。何が？でも右に30度曲がる。でも太い。おい割り込みすんな。顔傾いてるのくさ。もうそれにしか見えん。これは言ってる。完全にそう言ってる顔。青森県のサーバーをハッキングしようとする凄腕ハッカーをことごとく封じてきた最終難関。リンゴ農家ならいけるのでは。東大生でもわからん難問。ボケよりお題が優秀すぎる。青森県内から攻撃されたりして。入社式で社長がやらかした。社長一生ついていきます。いいんですよ社長。むしろ好感が持てる。良い会社だな。続いて明日のお天気です。大パニックになるやつ。平常運転。のんきか。怖すぎる。謎肉。謎肉は土だった。腐った肉配合。マイクラ最高。微妙しそう。もう一つお冷やですね。かしこまりました。なるほど、確かに早いわ。このボケ好き。店の空気でも吸っててください。お冷や1杯いくらだろう。私を振った男は死刑。理不尽すぎやろう。控訴できないパターン。俺は右手だけ。身勝手にも程がある。パパの嫁だ。ママではない。二次元から三次元の息子が生まれるかよ。俺のママン。ツンツン。私の女子力は53万です。かわいいな。それでも、彼女にしたくない。平均はいくつよ。乃木坂46億。ワクチン接種翌日。見てるとじわじわくる。まあゆっくり休め。犬よりは猫が良いな。泳ぎいいね。漏れそうだ。次の電柱で止めてくれ。なんかかわいい。渋い。電柱。センスいいな。自己紹介でみんな体重も言っていく。メガガチ。かわいそうに。213グブです。なぜゆえ。優しいコメント。よくできました。優しい。センスある。今までの人生で一番笑いました。まだエンジンかけていない。めでたしめでたし。焦らなくていいんやぞ。それなら安心ですね。よかった。赤だ赤のコードを切れ。どのコードも外れて、結局こうなる。決め顔すんな。その自信はどこから。いいやつだったよ。はずきルーペの妖精。メガネお尻で踏んじゃったの最上級。男の方がだよね。これはうっかり。ちょっとはずきルーペ買ってくる。優しい気持ちで、席は必要な方にお譲りください。いや、お前にやられたんだが。席にトラップがあるな。分かっててやってるとか桃太郎マジで鬼。これはサイコパスやろ。記事が手荷物。五輪で行く。金あふれ、感染止まらず、五輪中。損して取ったのが理解できないガキがうじゃうじゃでびっくり。山田くん座布団一枚持ってきて。天才現る。賛否両論と言いつつ納得。トーマスはスマートのような逆さからも読めるような言葉を考えてください。142+300×562×765×283+243+241。解文で調べたら出てきたから、過去に作られていたやつだね。まあ、見つけてきただけでもすごいけど。算数の常識。ボケてない。216,736。まあ、褒めちぎる。なんだかまが特別に思えてきちゃった。天才のそれで草。まあ、ナイス。なんか用つべで見た気が。すげえ昼のコンビニを一人で回してやがる。ペットフードの備蓄がほとんどないんだが。猫様の手をお貸しください。こちら温めますか？フライヤーにキピキピピアチ17番ですかね。お箸は何本？
多分そのコンビニ営業成績トップやろな。まあ、一日警察署長のアイドルの代わりに一日アイドルをさせられる警察署長。上田正史の漫画にもあったな。このまんざらでもない感じが最高なのよ。知って知って知ってはって歌歌ってそう。お勤めご苦労様です敬礼。ボラギノールを飲み続けて今年で3年。未だに字は治りません。どうやって飲んでんだ？この人ヤバいです。いろんな意味でヤバいです。両方容量を守りましょう。違う違う、そうじゃそうじゃない。おめでとうゴミだるまはお前でした。多分最上級の悪口を言われてる。燃えるゴミ。達成感が吹き飛んだ。いじめないでいなく。横断歩道を渡らず車道を横切る高齢者の 90% が戦時中の爆撃に比べれば大したことないと思っている。言いそうで怖い。歩行者の進路を車道が横切っているのだ。ドライバーは勘違いしてはならない。今時点で80歳以下だと戦時中の記憶はないはずだけどね。横断歩道でも車は止まってくれないからね。死にたい死にたい痛い行きたい。最後に気がついた。うまい。底辺差値が書いてそうだな。下書きしてるけどいる？みんなで支え合って生きていくんだよ。用意どんと言ったらスタートしてください。再放送すな。夜、暗くなってきたからライトをつけようと前輪に足を伸ばした瞬間こうなった。お決まりのフレーズ。わら、この勢い好き。わら、先生からお別れの言葉。いつかやると思ってました。生徒俺のリコーダーも舐めてました。辛い別れ。生徒や保護者からの怒号が飛び交ってそう。某国からのサイバー攻撃に対処しながら株価の暴落を抑え、総理官邸に連絡。国を守るのも大変でござるな。麻生太郎か。いつもありがとうオタクくん涙。マジの侍になっててくさ。この人のおかげなんだなって。人間の美味しさに気づいた。怖すぎ。竹はどうした？軽くホラー。人間はママの味。もう30分談笑してるがドッキリの看板が出てこない。あはははあれ？これもしかしてマジなやつ？看板が出てこないっていうドッキリ。夢ならばどれほど？ちょんまげ。彼女はあったかい待合室より俺のいない外を選んだ。知って。ある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 。そして遅れてきたイケメンと手を繋いで帰ったのか。切ない泣く。頑張る人が社畜と呼ばれる世の中は悲しい。社畜を頑張る人と呼ぶ会社は悲しい。残業代ちゃんと払ってるなら羨ましい。働き方改革して給料減らす会社は悲しい。それな。よく言った。放課後はみんなの知らない私になる。帰宅部のポスターがセンス抜群。あなたの家に帰宅してもいいかな。みんなの知らないあなたを知りたい。これは入るわ。これは公認で。別の意味に聞こえた人は心が汚れています。男で 179km ないやつマジでキモい。どんな生活したらそんな低身長になるのか教えてほしいし、低身長は男としてゴミすぎ。170弱なのに自信満々で170っていうやつもマジでキモい。女にヒールはかせてやれない男に人権はない。胎児からやり直せクソザコ雑種がよ。どんな生活したら 179km になるのか教えてほしい。身長 179km ないとキモいってことは全男性がキモいってことか。千葉から前橋ぐらいの距離。富士山200山並べても足りないかもしれない。体の9割宇宙出ちゃってる。ハリーポッターと近所の子。この時代設定だとハリーはただの異邦人のガリ勉。ちょっと見たい。どう見てもマグル。ナメクジくらい。ごめんね、今はプライベートだから。有名人は大変ね。右側の頭の丸い人は豆を投げてるちびっこらのお父ちゃんかおじいちゃんか。あれは仕事なのかい。果たして鬼はどちらなのでしょうか。週刊家を作ろう。途中で終了したら悲惨だな。瓦一枚ずつとかの号もあるのかな。20年ぐらいかかりそうだな。金持ちの道楽だな。5分休み。ブラックでかわいそう。生産性が高い人の現実。伝わりすぎ。あと30秒まだ耳が残ってるぞ。私のために争うのはやめてー。お前が争わしたんやないかい。通知での予想との差。お前、いつも消しかけてんじゃねえか。横綱意味深。会社休めるじゃん。社畜が追いぼけてたみ。地球が割れたぐらいじゃ休めないぞ。それでも僕は休まない。もう一度よく考えろ。ジョジョのマネキン。右がキラヨシカゲで左がディオ様だっけ。サーキス。キラヨシカゲや。店員のセンス最高。
私は失敗したことがない。ところでこの間、買ったゲームの主人公に付けれる名前が3文字までだったんだよ。だから名前ジソにしたよ。ああ、アトーマス・アルバエジソン。天才が7年前にアゴ。滑ってんの草。もはや神の息。すっげえな、この天才ボケッシュ。日の出5分前の控え室。ベテランの貫禄。朝の一服か。コケコッコー。この後下地ものものに号令かけるんだな。便座から立ち上がりますと自動でぶちかまされます。サイドぶちかまされたい場合はセンサーに手を近づけますと、その時は逆にぶちかまさず、あれ？来ないのかな？と油断したところを、やっぱりぶちかまします。なんだこれ？サイドぶちかまされたいってド M か？これ読んだら怖くて立ち上がれないわ。結局ぶちかますのね。クレイジージャパニーズアズキバー。前歯と奥歯がやられてる。明るいな。アズキバーの硬さを舐めてはいけない。だよね、わかるわ。俺たち結局出番なかったな。そうね。言っとくけど青いやつがミライトはピンクのやつが染めてーな。ミライトはバッハごっこやったからオーケー。麦茶の季節感。どちら様でしたっけ。新人よく見とけとすってのはこ。ブフを。よく見てますよ。鼻血鼻血。からのなう。頭隠してパイ隠さず。いや、どういう状況。これがリアル戦追の巨人か。あと少しで隠せるな。怖すぎはロタ。でも反対でも反対。ブーメランで草。本末転倒。パラドックス。でも、参加したい。田中、ビッグマック早く持ってきて。モス。たった一文字でこれはすごい。スパイが。ボビーかよ、薩摩かな。教えてちょうだい。バファリンの半分は何なの？利益よ。なかなか良心的な原価率だな。バファリンの半分もバファリンだろ。利益と優しさでできています。マジレスすると優しさとされてるのは胃薬成分だぞ。嫁に送りたい言葉。カキクケコ。か。かわいいよ。き。綺麗だね。く。苦労させないよ。け。結婚してよかった。こ。こんなにブクブク太りやがって。数年後の話か。俺の嫁がまさにそれ。最後に本音出してきやがった。激怒不可避。たくましく育てよ。じゃあな。物語が始まらなかった世界。持って帰らないと金持ちになれへんで。育ててあげろよ。スズメものけぞる展開。ゴミ収集車の貴重な産卵シーン。ゴミ出てくるだけやん。ウミガメかよ。そ、オーブン玉と不良義父大統領。昨日の夜、パパもこんなのつけてたよ。パパの息子にね、先っぽが破れてる。やめとけ、生まれる前の記憶か。もっともいらないトイレの新機能。リプレイ映像が流れる。はずいわ、健康管理にうってつけだね。途中でパンパンしてるかもしれぬ、スロー映像付き。あ、もしかしたらと思い、散髪中寝ている客にパンストをかぶせてみたら、めっちゃツボヌンテウス。遊ぶな、このボケにメロメロス。最悪だなこいつら。この題名で美術館に置いてあったらいいのに。VS か AM3 時。今まさにこれだわ、緊張うまいでか取り線香だけ。耳元でプイーンが腹立つ、寝たいのに。おいメガネ気まずいだろ、なんか話せよ。たくさん落ちて何も怖くなくなった女子。大物や。なんという圧迫面接。気がつくと体が縮んでいた。空を自由に飛びたいし、ジャイアンに復讐もしたいとドラえもんに相談したら、実に的確な道具を出してくれた。何人か巻き添えにされる予感が。ドラえもん乗れよ。昔のフラッシュ思い出した。未来性クオリティによりボタン一つで操縦可能。怒りますか？子育てはここからですよ。怒るのも子育てのうち。うぜぇ。ぐぬぬ。その上から目線の根性直してやろう。母さん、頼まれた蜂蜜買ってきたよ。早くホットケーキ食べようよ。すごい食べたそう。そこはメープルシロップだろ。もはや愛すべきバカだ。顔？漁師に撃たれ、さっき襲ったばあさんとサンズの川で再会して気まずい。隣に座ってるのがまた、皮肉だな。ばあさん顔見してるぞ。漁師に銃で撃たれるとは誰も思わないよな。ダンスの角100人に聞きました。印象に残ったリアクション TOP8。 リアクション美しいな。街角で聞いてみましたみたいに言うな。どれもない。痛がり方がもはや芸術。カバンから出した時のイヤホン。あるあるや、こうなると軽くイラつく。
たまに一発でほどける、表現力。屋根に登ったご主人遅いねえ、お前がはしご倒したからだねえ、ちょっと泣いてるねえ。首から口にかけてかわいすぎる。小さいのに、だいぶ頑張って倒したんだな、はしご。泣いてるねじゃないよ。ねえ、わら。低めのボール球をストライクに見せる需要。審判に怒られるやつ。左利きしかいない。中央の白棒の子才能ありすぎだろ。どんだけキャッチャー育てる気だ。ボーリーを探せの右上あたり。見たことある。ところどころ変なのいるよね。サメの格好したやつもいそう。内容理解できなくて最初右上にボーリーでもいんのかって思ったわ。あたし、こういうの、食べれる。そんなに見つめられると、かわいい。猫に刺身とか食わせると変な声出すよね。我が家の猫もこれやる。悪徳業者撃退のため5万で買った。おばあちゃんすでに騙されとる。ありそうで困る。硫酸とか入ってそう。手遅れ。見た目は明らかに戦士向きだけど、本人たっての希望で魔法使い。接近戦になると弱いっていう魔法使いの弱点を克服しているのでかなり強いですよこれは。こいに。MP なくなっても戦える。杖は魔法を使うためのものじゃなく武器にしそう。買いたいの？年収は？この憎たらしさがまた可愛い。上上から目線。で、出直してまいります。ホットドッグにすんぞ。あのお砂はマジのやつだったんじゃない？場所考えようか。後ろが不安だろ。取り返しつかないぞ。押したんかしょう。夫婦喧嘩をした翌日の朝。コーヒーだと思って飲んだらご飯ですよ水だった。せめてホットにして欲しかったな。ちょっとそう。嫌すぎる。ここに飯を入れれば解決だ。見ろ。ついさっきお前が念入りにコロコロかけたベッドにごろんだ。可愛いから許す。そして、その隣にごろんだ。ああ、これはモフモフの系ですわ。その子ください。ここが数千年前に栄えた都市、渋谷。随分変わったな、ハチ公。群馬に滅ぼされたのかな。ちょっとたくましくなった。ハチ公もじゃもじゃ。金を出せと言ったら店主のおばあさんに店ごとやるよと言われ、支店長になった。ちゃんと作業やってるね。後継ぎゲットだぜ。真面目に仕事すな。多分店の借金ごと任されたんだろう。白線の内側に下がりつつ駅員を挑発。イラッとする。バランス崩して前に倒れないことを祈る。後ろから蹴り飛ばしてほしいのかな？へい駅員へいへい。友達が集めているトレーディングカードが意味不明。確かに10枚集めると石鹸と交換できるカードだよな。お前らどんなカードゲームの話してんだ。クラウスめっちゃ強いよな。俺のはジョナサンだぜ。食べる前に食べ物に感謝するタイプ。逃げろー。美味しくいただいたのかいただかれたのか。この時間食われる側からしたら恐怖だよな。優しい世界。社長、部長、課長。社長の息子。ブータラ息子、部長かっこいい。課長かわいい、脱力感が良い笑い。胸にある弱点以外は攻撃が通用しないタイプのラスボスを取り入れたファッション。弱点目立ちすぎ。でも、攻撃したら怒ってガチモードになりそう。もっとまともなファッション考えろよ。めっちゃ笑った。いい曲っすね。え？何してんだ？いいリアクションだ。体内から？草、血液のビート。崖から落として這い上がってきた息子が、なんか前と違う。猫の方が父親、あんな悪だった息子が丸くなったな。ある意味強そう、かわいい。機長は、俺のチッパチャプスが。お前もかよ、真面目に操縦しろ。本当にそう見えてくるからすごい、そんなに好きか。祖父が最後に見せた家族への愛。時間戻った。スタンド使いだ。まさかの感動ボケ。じっちゃん、しょぼーん。次に流行るファッション。いつですか？いつ流行りますか？着てなくて草。周知心を着てるんですね。わかります。は？ピカソは書き終えるとこう言った。なんだこれ？作者がわからんかったら誰もわからんて。立木文彦さんボイスで脳内再生。でも夏休みの宿題とかでこんな経験ない？わら。四鉄明けかな。ここはスーパー銭湯。ここから俺が無事に帰れる可能性はスーパー銭湯。なら入るなよくさ。大丈夫だ、スーパー銭湯ある。グッバイ降りた。最終回か。
バカ野郎ムーニーじゃなくてメリーズだ。怒りすぎじゃね？若いのにこだわり強いな。かぶれたことあるんだな。って言いながらしてる？わら。いきなりすいません先輩って彼女と書いたりしますか？ほんといきなりやな。今は彼女いないよ。わー、じゃあ今週の日曜日の27日とか空いたりしてますか？空いてる空いてる、ちょうどその日暇やわ。よかった。実はその日急遽彼氏とデートの予定入っちゃったのでシフト変わってください。え、じゃあ俺がその彼氏とデート行くわ。何の解決にもなってない。返しがいろいろと衝撃的すぎる。強い。そんくらい言うたれ。太鼓の達人ドンかに続きずんと浦井。ずん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 。どこ？海開き何も関係なくて草。ドンと括弧同時に叩くのかな。太鼓の新たな叩き方が確立。家族や自分がランブル依存症かなと思ったら本当にそうか。かけてみませんか？おいおい、人生自体がギャンブル。もう手遅れや。末期やないかい。30分おきにトイレに行きたくなるんだがどうすればいいかね。ずっとトイレにいてください。本当に30分おきに行くのか実験。完璧な回答。これがプロか。天才やな。アドバイスが夏。今から皆様に与えた星を回収しに参ります。ま、まさか。ははよよせ。やめてー。じゃあだから一気に1万も減ったのか。いや、天国に行きますそれじゃ。もうちょい言わせたれ。手遅れか。もうこの人大人気。都道府県名をめちゃくちゃ上品な感じにしてください。おなら逆効果になってる。なんか好き。下品じゃねえか。響き的に上品に聞こえないわら。仮面ライダーは二度つけ OK。 理不尽わら。特別扱い。特権階級かよ。いやあかんわ。便座ブロック。狙いを決めて。便座じゃなくて便器だな。せいで欲しいのはそっちじゃねえ。ロックだね。人参。綺麗な3点着地で草。カカロットじゃないか。キャロットだ。頼りになるベータカロチン。カカロット。ジェリー目線。この子、実写版トムなんか。背後にバズーカ構えてるんですね。すでに背後にいる。ジェリートムのやつ、ダミース穴の前で何してんだ。俺は昔悪だったんだぜ。昔何したの？ジャイアンの手下だぞ。骨をか。苦労したんですね。スネオの子分。スネオ？いたずらのお仕置きでベランダに出したらガラスに爪を立てて嫌な音攻撃を仕掛けてきやがった。入れろニャーキー。うわうるせえ。猫も食らうだろ。強力無双の猫自爆。メガガチじゃねえか。10円玉に書いてあるやつをパクった建物らしいぜ。くさ。違う違う。いや元ネタなんよ。満面の笑顔ではず。これから紹介する話はこれまでとはレベルが違う。七の段だ。一気に難易度爆上がり。ここで多くの若者が算数が苦手になる。段違いに難しいな。社会人になっても七の段は電卓使ってました。お待たせしました。ハンバーガーセットです。え？ポテトですか？ドリンクに刺してありますよ。なるほど、これは斬新だ。ふざけるな。金返せ。ドリンクの中身によって味も変わります。寝るやつはバカだ。みんな寝すぎだ。私は仕事たっぷり眠る。そう言うとエジソンはバカなこと言ってないでさっさと寝なさいと母に怒られた。母は強し。母ちゃんが一番強いよな。おかんが正しい。そしてこの顔である。ふっぱかめ。それは、それは寒かったろう。早く中身を入り、コーヒーさ。ただのいい人か。これは天才。優しい世界。なんというおもてなしの心。葬式の時に流してはいけない曲とはどんな曲かお答えください。ゴーストバスターズ。名曲。お坊さんがある意味バスターズ。幽霊を退治するな。成仏途中の一般幽霊だぞ。四十九日まではそっとしといてあげて。試合に敗れ、泣きながら監督を埋める高校球児。うわぁ、サイコパスすぎる。みんな見とるぞ。来年もまた監督探しか。俺がって言うと俺がって言う。俺もって言うと俺もって言う。そうして後で寂しくなって、じゃあ俺がって言うとどうぞどうぞって言う。お約束でしょうか。いいえ、もはや伝統芸です。聞いてないよ。涙ダチョウさん。
お題も秀逸。喧嘩でしょうか？いいえ中です。よそにして面白くしてください。魚クソ。一文字違うと全然違う。はい、誹謗中傷。よよ、無理。面白くなるどころか残念なことになった感じが。マイクかしな。本物のラップを教えてやる。なんかすごそう。かっけえわらわら。なんかこのばあちゃんかっけえ笑い。過去に MC バトルで5連覇の伝説持ってそう。ついつい2個使っちゃうもの。つい。ふむふむ。ついで1セットです。はいはい。説得力のあるお題ですね。ここで、置いておいた話の登場です。なん、だと？校長先生、お願いします。まさかの伏線回収。置いておいた話戻ってきたの初めて見た。お前はいつも会社の偉いさんをバカだバカだと言ってるが、バカだからこそお前を雇ってるとは思わんか？ギャフン。言われちゃった。ギャフン。久しぶりにギャフンって聞いた。ギャフンはここで使うんだね。イケメンウイルスにざわつく白血球。だから新型コロナにはほとんど効かないのか。働け細胞。仕事しろー、笑い。なお赤血球はイケメンではない模様。お金なら用意するから、息子を返して、その子に何かあったら私、生きていけないわ。結構余裕あるじゃねえか。超飯うましてんじゃねえか。説得力皆無。誘拐犯なんて親だ。胸が苦しいんです。助けてください。初恋ですか？失恋ですか？違う。は、初恋です。似たっかよ。ラブコメしか読んだことがない女。かっこ悪い競走馬の名前を教えてください。置いてかないでー。馬娘に待望の新キャラ登場。かわいいぞ。一緒に走ろうって言ったのに。負けるか能正代。俺と結婚してください。俺でいいの？鉛かもしれないから。カマだったら俺って言わないよね。まさかのジェンダーレス。ビップマムで草。僕はすかさず覗き込んだ。その後、立派な村正があることは、知る由もなかった。男の子だった。そっちか。自分の想像力を信じるんだ。俺ならできる。私は時間を司る神だ。過去に5秒だけ戻らせてやろう。私は時間を司る神だ。過去に5秒だけ戻らせてやろう。私は時間を。もう逃げられない。終わりがないのが終わり。リプレイっていう階段を思い出した。これ喋るのに5秒か。ご主人の自作ジグソーパズルが完成間際に自分の写真だと気づいて感動。かわいい。本当におめでとう。心和む。やべえかわいい。でね、あいつったら、あたしになんて言ったと思う？それ今じゃないとダメ？言うてる場合か。それ今。修学旅行か。それどころじゃないよな。花子その脚立だけは持っていかないでくれ。ハエを巻いてるのではなく花子を呼び戻してるようにしか見えない。後のフリーザである。花子よいしょっと。はしご返せ。刑事ドラマによくあること。犯罪。なんじゃ始まらないし終わらない。当たり前やん。ないのはなんだよ。大前提やろ。父ちゃん起こしに行ったら一緒に寝かされたパターン。ほっこり。かわいい。問答無用のかわいらしさ。父ちゃんやめてよ。いいえ、私はパピコというコーヒー味のアイスなど知りません。食べたよね、絶対食べたよね。誰もアイスだなんて言ってないぞ。キリッとかわいい。お口がー。田中の強烈な環境で一瞬走馬灯が見えたが、どうやら過去にも同じの食らってた。目がいってる。田中の風評被害が止まらない。笑い止まらん。めちゃ痛そう。動物病院を通り過ぎて逆に仰天する玉とその先にももう一件あることを知ってるペス。ペスの顔が悟ったな。飼い主の口角が微妙に上がってるのが。そしてその先の一件の方が痛い。まさかのご本人登場。カメラマン逃げろ。パネルいらないよね。キリン小さくね。キリン逃げてー。虫歯ですね。何かだよ。やめろ吹いた。モザイクの意味。どんだけ遠回りするねん。まさか見つかるとはな。そうだ、私が小さい秋だ。ひょっこりはん。割とごついな。思ってた小さい秋と違う。タバコ吸うなよ、小さい秋から焚き火になっちゃうぞ。おじさん仕事しなくていいの？おじさんの仕事は暇な方がいいのさ。平和っていいね。こういうの好き。なぜか感動する。全米が泣いた。
突然自転車に飽きる。満足。いや唐突。本能のままに生きる。狙んでも。クラスの隅っこでいつも目立たない山下と山田が掴み合いの大喧嘩をしている。案外目立ってることに気づかない山々コンビ。掴み合いとは。かわいい。全てが調和している。レッスン1とは思えないような複雑な表情のトム。気になる。レッスン4、6では過去編に突入。トムがなぜこんな表情になったのか、その真実が明らかに。いつ見ても最高。感情を読み取りなさい。はじめましてお兄さん。この塔の4階までよく上がってこれたね。でもここまでよ。この私、鎖釜のジェニーが相手だからね。それ鎖釜だったのかよ。発想の勝利。何度挫折したことか。こいつコンボが凶悪なんだよ。いそう。離乳食になった途端帰ってママのおっぱいでも飲んでなお連発。これが若さか。大人ぶりたいんだね。かわいい。勝ち誇り。今日も友達と喧嘩しちゃった。ってやろうか？友達。うん、でもいなくなったら寂しい。そういうことだ。ええ話や。かっこよいね。ライオンに聞きすぎ。小説によくあるシーン。ハンカチ忘れた。何してんねん。髪のセットと手を拭けるので一石二鳥だね。褒めてんじゃねえ。シュールすぎて。私もビンゴです。控えめ。奥のおつぼねリーチ言ってねえだろ。座敷宴会での侵入者犯やな。あるある。もしもし、友達が毒キノコ食べて幻覚を見てます。表情が緩い。お前も幻覚見てんじゃねえか。お前も食ったんだな。うん、みんなでキノコ鍋食べたんかな。いらっしゃいませ。 T ポイントカードはお持ちですか？何しとん。そもそも上半身服ない時点でもうヤバい。うちのお店 D ポイントだけど、どんなコースしたらいいかな。うちの近所のツタヤだよこれ。今日といった手で触んじゃねえよ。目と顎。場所、宮島かな。もうそれにしか見えない。めっちゃ拒否ってる。新アトラクション室伏の終わり方が心配でたまんない。百無ほど向こうを見てみようぜ。いっぱい転がってるぜ。怖すぎ笑えない。乗った人勇者やろ。無理無理無理。10年間ライト兄弟の邪魔をし続けたレフト兄弟。めっちゃ可愛いやんけ。発想。右と左ね。ホーム兄弟は何してる？面接官、そんなに緊張しないでいいですよ。カチコチだな。顔？カラカラおじさんだ。リラックスして。おい大丈夫か馬。おい馬。大丈夫か。おい馬。おい。おいしい。食った食っちゃったよこいつ。すげえ喜んでる。よく見たらハト。食うな。引っ越しを手伝いに来てくれた友達が、複数人で軽いものばかりを運ぼうとする。手伝う気ゼロでくさ。お前ら仲良しかよ。これみんなで行き合わせなきゃバランス崩れるから難しいらしい。真剣な顔がまた苛立つ。東京のヤンキー、大阪のヤンキー。めっちゃ的確。どっちが一番怖いんだろ。右側じゃささとかって笑ってそう。マシマの兄さんにしか見えぬ。オレオの上のクッキー取ったらものすごいのいた。オレオの刑にされたんね。こんなん出たらビビるわ。そっとし。オレオ詐欺の黒幕に違いない。ボックスティッシュ最後の一枚の気持ちを体験できる施設。進撃の巨人みたい。需要なさすぎてくさ。行きたいとみじんも思わねえ。スペースの無駄じゃねえか。遅れてごめん、服選ぶの迷ってさ。やっぱこれが一番かっこいい。一番シンプルなやつにしたのか。服を選ぼうか迷ってたのかよ。目のやりどころに困るわ。たまに夫婦喧嘩は聞こえてきたけどね。でもそんなことする人には見えんかったけどね。近所の猫さん。インタビュー受けんな。いるいる。多分声はすごく高くなってるか低くなってるか。前方に現れ、結界を張り、バク転して逃げる男に注意。これは笑うわ。かっこよすぎてくさ。すごいなおい。もうそれにしか見えんくなった。シフトミス。プーサはチミアイ8の住みつけは僕が一派だ。やがやが。そんなレベルじゃないだろ。どんだけいるんだよ。あちゃー。100円以下の賽銭を打ち返してくる。返すな返すな。何しとんねん。はぁ、あ、かといって姿勢だと投げても届かなさそうだし、500円玉オンリーってことか。
先生が通り過ぎた後の掃除時間。わかるわ。己武蔵め。夏井。ちょっと男子。12月に入ると妙に腰が低くなる息子。世間の渡り方を知ってやがる。もみ手で草。考えてることが見え見え。クリスマスからのお正月ね。ゆるキャラグランプリに着ぐるみを忘れてしまい、一か八か水着で出てみたら優勝してしまった。男でも可愛ければ問題なし。左でカメラ構えてるの俺なんすけど。どこがゆるいんだ。脇毛生えてない。